9時になりましたので、各校と試合を開始してください。9時になりました。各校と試合を開始してください。そんなんで意外と動くんで、一応3回戦からなんで、一旦の3回戦でお願いします。準決決勝開始ってもう書いちゃったけどよかったです。いいですか。なんか1点とか入るごと1セットとか取るべきの回転。まあそっちでもいいし、でも配信もちゃんとできてるんで。あ、じゃあ。そこはどこまで頑張る、どっかで頑張れるかって感じで。あんま飛ばしすぎないように最初から。でも曇ってよかった。あれ。
今のとこ。シングルとダブルと。
みんなシングルかと思ってたね。ダブルスとシングル両方ともになるんですよ。先にね、8勝なんですよ。3点差か結構長いです。1時間半、多分でも人多いんで一つ試合ごとに変われるかなと。
セットとか。こんな感じですね。ここからどんどん増えていくんです、数字が。1、2、3、4、先に1ゲーム制にして、で、2ゲーム制にして、9ゲーム制にして。どうしたりか。いやもうここでダブルスひたすら出てるんだけど、先にだからここで体感で。この合唱体育この学校もひたすら。もうずっと8試合と、あ、そうです、また別に。それが次が、次の4回戦。勝ち進むのが次4回戦です。あと、強くなればなるほど、残っていれば残っているほど、やっぱ高校同士も強くなるんで、デュース続きなかなか終わり。モバイルルーターが死んでて、じゃあこれ1ゲームぶったくらいの1ゲームさっきだから、今やったら寝ながらが接近してるんで、寝ながら先制点を入れました。でも、入れるのもありその辺はまた、ずっと今日やっぱ写真とか、ショートムービーとか大丈夫よ。ツイッターが面白いぐらいツイッターすごいですね。今すべてあれ
これがもうあまりないみたいな。
この機会ですね。全然まだまだ一つ止めてくるので Yeah, yeah, yeah.
Thank you.
そうですI'm
Go!
声出せされ。